とちょっとこんだけやってくれたらもっと好感度が上がるのにねって思うことがたくさんあるので、皆さんこんにちは、本チューブです。今回はプレゼンコンシェルジュが教える社会人1年目のアピリ方をお書きになりました天野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。では概要をご説明します。新社会人にできることは少ないけれど、できる社会人に見せることはできます。ちょっとした気配りと姿勢、つまり仕事仲間と仕事への敬意を持てば、誰でも仕事を任せたいと思われるできる人になれます。社会人はいつもどこでも存在そのものがプレゼンテーションであるという考えのもと、相手に喜ばれながら自分が認められかつ成長できる方法を伝授します。ね、アピールするを結構アピールって、うん、私世代は結構言うかなと思うんですけど、それが本のタイトルになると、うん、またちょっとなんかインパクトがあって面白いなと思いました。そうですよね。でちょうど本の内容にも合ってるというか、うん、今回のこのテーマが、うん、その社会人がちょっとマナーを一歩超えたところということで、うん、新社会人向けのマナー本なのかなと思って読んでたんですけれども、うんうん、はい、なぜ今回そのプレゼンコンシェルジュである天野さんがマナーの本を書かれようと思ったんですか？そうですね、目次見ていただくと、実はなんか会社訪問とか電話の受け方とか、うん、ファックスの送り方っていう項目にはなっているんですけれども、うん、はい、その中に少しずつ、うん、マナーではこうだけれども、あとちょっとだけこれやるとあなた評価されますよっていうことを、うん、その評価される部分も自分でプレゼンするって、まあ最初は思いながら、はい、書いていたのでプレゼンの本だったんですけどね、うん、あ、そっかそっか、そっからマナーにシフトしていたってことなんですね。あとちょっとこんだけやってくれたらもっと好感度が上がるのにねって思うことがたくさんあるので、そうされた方がいいですよっていうことを、たくさん書きましたね。プラスアルファ、一歩先っていうのはやはりこの本で書かれたかったことなんですかね。そうですね、決まりきったルールっていうのは、日本でも外国でもあると思うんですけれども、はい、その通りにやっとけば相手が気持ちいいかって言ったらそうではなくて、例えばですよ、例えばなんかじゃあ職場の方にご不幸があった時に注意袋の書き方はこうっていうルールはありますけれども、それをやったら相手がなんかこう負担に思われることもありますよね。だったら何かじゃあカードにメッセージを書いてお渡しするなんていうことでも、伝わりますよね。それが一歩先、一歩先、名刺交換一つ取っても相手の名前を復唱するっていうのが、読み方が2つあるような、ゆうこさんかひろこさんか、はい、読み間違うようなものとかってありますよね。ひろこさんですねみたいな形で相手の名前をもらった瞬間に復唱って、なかなかなかったなと思いまして、印象にやはりちょっと強く残るのかなとは思います、はい、ポジティブワードを使うっていうところなんですけれども、はい、同じこと言ってるけれども、不快感を与える人と与えない人の差っていうのもね書かれてましたよね。アポイントを取る際に3時でいいですって言うと、本当は違う時間が良かったのにとか、ちょっと存在とか上から目線、3時がいいですって言われたら、なんかこの人私のこの言ったことに対してすごい前向きな気持ちになってくるっていう印象になりますね。とか褒めようと思って、なんか若く見えますねって言ったら、いや本当は年をかけて見えちゃうのみたいなニュアンスもちょっとだけ伝わってしまうので若いですねと。そうですね、見えますじゃなくてね、若いですねって言い切るっていうのがね、これ全部できてる人っていると思います？いや、いない、私を含めていないです、だから本当この本を読んで、もちろん被るところもあると思うんですけど、自分できてるよって思う部分もあると思うんですけど、完璧にしたらもうすごい社会人だなって。そうですよね、スーパー社会人、ね、ですよね、向かうところできなしっていう感じになれるかと思います。タイトルには社会人1年目って書いてありますけど、はい、これ1年目じゃなくても、はい、結構上の年次の方でも使えそう。そうですね、私もできない、あなたもできないなので今日今から使えるものっていくつもあると思いますので、もう管理職の方も一度読んでいただくと若い方にご指導いただけるんじゃないかと。できますよ。単なるビジネスマナー本ではなくて、マナープラスアルファ、つまりアピリ方を学べる一冊になっています、新社会人はもちろん人と差を
をつけたい、一般的なビジネスマナーの先を学びたい方におすすめの一冊です。本日はありがとうございました。